鉛温泉は岩手県花巻市花巻温泉郷にある温泉。5つの源泉を有している。豊富な湯量を有し、すべて掛け流しである。豊沢川沿いに一軒宿の富士山旅館がある。自水部を有し、当時場でもある。同流館と大沢温泉がセットの日帰り入浴券もある。建屋の地下に位置し、立ちながら入浴する足元有出の温泉。 白煙の湯が名物。深さ約1.25メートルと日本一深い自噴の岩風呂であると言われる。混浴であるが女性専用時間が設けられている。桂の湯には内湯と露天風呂が併設され、浴槽からすぐ隣を流れると与沢川を眺めることができる。温泉地の周辺には鉛温泉スキー場が存在する。開け湯は600年前とされる。 カツラの木のたもとから流出している温泉に白煙が使っていたところを発見したとされる。その由来は前日の白煙の湯並びにカツラの湯に残る。1841年に現在の富士山旅館が開業。明治以降多くの小説家が滞在している。タミヤ・トラヒコも滞在し、後に映画化もされた当地を舞台とした小説銀神中を書き上げた。 宮沢賢治の童話、なめとこさんの熊にも鉛温泉が登場する。ありがとうございます。